はい、ゲームコレクターのスケカンです。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイドでチェック。今回チェックするのは、セッションスケートシムです。まあ単純にスケートのゲームなんだよねっていうぐらい、まあ、スケートのゲームって毎回ね、僕の場合プレイするとメタメタで全然スケートがなってないんだけど今回は大丈夫かなと思いながら確認してみようかと思います。はい、ということでこちら、セッションスケートシム、自由に遊ぶ最高のスケートボード体験、 PS5 で唯一の、本格スケートボードゲームということなんですが、一応 PS4 と PS5 出るんですよね。うん、まあその辺はまあはい。で、本作は現在 Steam でアーリーアクセス版が公開されており、7000件を超えるレビューのうち 85% の高評価を得ています。2022年9月14日時点、スケーターのために、スケーターによって作られた本格スケートボードゲームが、満を持して PlayStation 4と5に登場します。ということで。あ、そっか、PS5 で唯一なのか、PS4 では出てるからね。多分、それこそサングーさんが出してたような気がするんだけど、気のせいかな。まあいいや、はい。で、本物にこだわった究極のスケートボードシミュレーター。前後それぞれの足を2本のスティックで操作し、重心を細かくコントロールする非常にリアルな操作性。さらに滑らかと、没入感を重視して開発されたリアルな物理エンジンを採用しました。実際のスケボーと同じように初めてのキックフリップを成功させるためには長い時間の練習が必要となりますが、一度マスターすれば自由自在に技を繰り出すことが可能になります。という結構シミュレーターリアル思考のゲームなんですね。で、スタイルにこだわる200種以上のストリートファッションとパーツカスタマイズ、ファレンゼロ、グリーンとカインのかな、など人気スポーツ、ストリートブランドのファッションを200種類近く収録。さらに種類近くだけど以上なんだよね。さらにウィールやトラックなどもパーツごとにカスタマイズすることが可能。これは、デッキの見た目だけでなく操作性にも影響を与えます。実在のブランドを組み合わせて自由なスタイルでスケボーを楽しむことが可能です。ということで、まあ、あれ特にこれムービー関係がないのかな。まあまあ、ということでギャラリーを見ていくと、まあリアルだねって感じかな。まあそういう表現しかちょっと言いようがないよね。これリアルだねみたいな感じだよね。はい。で、特にない質問とかはね。はい。ということで、プロダクトインフォメーション。タイトルがセッションスケートシムで、発売日は2022年12月1日。で、希望小売価格が、PS5 版が6100円税込み、税別で、PlayStation 4版が5800円税別で、ちょっとね、差がついてますね。で、ジャンルがスケートシミュレーションで、プレイ人数が1人、対応機種が PS4、PS5 で、レーティングが 0D、17歳以上対象となっています。ということでね、まあなんだろうな、これ PS5 と PS4 がからの 2ハードって時点で、まあ断然 PS5 版の方が多分スペック的にもね優れてるんだろうな、価格も高いんだろうなっていうのは想像はつくんだけど、 PS5 売ってくれよってね感じになるわけですけども、まあともかくね、 PS4 と PS5 両方プレイ環境があるなら確実に PS5 なんじゃないですかっていうような、印象を受ける根付け、あと、ね、PS5 で唯一の本格スケートボードゲームですからね。まあ多分そういうニュアンスで PS5 の人がスケートゲーム唯一だから買おうってならないと思うんだけど、まあ多分そういう意味で PS5 で買ってもらう何らかのビジュアル的なメリットとかはあるのかなという感じはしますよね。まあ、実際のところよくわかんないんですけどね。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。